まーこさんは食べ友のお時間です。今日は楽しいとんかつ屋さんがあるとお聞きして京都外大方面に向かっております。そんな今回のお店はこちら、勝優さん。地図で見てみると京都ファミリーの北側、駅でいうと京福嵐山本線山の内駅から徒歩 7,8 分のところ。早速角の王子市場の交差点北東角から歩いてみますと、京都ファミリーを右手に見ながら北へまっすぐ200メートルほど進んで、くら寿司さんを越え、洋服の青山さんの角を右に東へ曲がります。お店は変わるかもしれないので、他の言い方で言うと市場角の王子から曲がれそうな一つ目の道を右東側へ曲がってください。曲がってさらに200メートルほど進み、道が少し細くなったなと思った矢先、左手北側にお店が登場いたします。一見大道屋さんにも見える和風な佇まい、大通りから住宅街に入ったところにありますが、テレビや雑誌にも多く取り上げられてはるようです。メニューも居酒屋さんくらいのバリエーションで、確かに看板を見てみるととんかつの横に一品料理とも書いてありますね。それでは早速お邪魔してみましょう。店内は厨房を囲む L 字型のカウンターと小上がりに4人掛けテーブルが2つ、こじんまりとした店内ですが、アットホームな空気がお店を包んでいます。初めて一人で入るお店だとアットホームな雰囲気が逆にそわそわすることがあるのですが、勝優さんでは入店するとすぐに店主さんが元気に話しかけてくださるので、そわそわドキドキすることはありませんでした。訪れたのは平日の午後3時頃、お昼時を過ぎてお店も落ち着いた雰囲気。お昼営業が3時頃までと長いので、時間差でお昼休憩があるお仕事の方なんかも通いやすいですね。それではメニューを拝見。お味噌汁にご飯のついたロースカツ膳が 120g 1250円から、ヒレカツ膳1350円から、特大エビカツ膳1950円などのほか、カツ丼980円、カツカレー980円、特製オムライスというのもあります。一品料理には和牛ステーキやタンシチュー、だし巻き、ナスの揚げ浸しなんかもあって、お酒を飲みながらの一品料理も楽しそうですね。そんなお飲み物には生ビール650円、梅酒、ハイボール、酎ハイ、焼酎にフィレ酒なんかもありました。これだけでもメニューが豊富なのですが、手書きの看板にも椎茸のバター焼きやトウモロコシの天ぷらなど食べたくなるメニューがぎっしりと書かれています。そんな豊富なメニューを一人で切り盛りされている店主さん、お肉のお話を聞きながらも手際よくカツが揚げられ、注文したロースカツ 180g の登場です。でこう肉にかけてほしい。はい、そうやね、はい、で別にまあソースも食べたかったらここら辺にお皿あるし、ここにソース、これがソース、これドレッシング、あへー、柚子と大根と梅肉、へー、あこれも手作り。思った以上に分厚いロースを粗めのパン粉がザクザクと包んでいます。ほんのりピンクなお肉からはじんわりと肉汁が染み出していて、しっとりとした感じ。料亭でも使われているというおすすめのお塩とキャベツの千切りがこんもり、ご飯と具沢山のお味噌汁、そしてこちらはミニミニカレー。特に初めてのお客様には一口カレーをお試しで出すようにしているとのこと。カツカレーも美味しいと聞いていて、注文するときにかなり迷ったので、とても嬉しいサービスでした。それではいただきます。まずはお味噌汁から。具材の隙間にお汁があるくらいお野菜たっぷりのお味噌汁、かつおだしとお野菜の甘みが出ていてとても美味しいです。それではお塩をひとつまみふりふりいたしまして、お箸で持ち上げてみます。お箸で挟むとさらにじわっと肉汁が染みててさらに美味しそう。それでは早速パクリンチョ。美味しい。想像していた倍ほど柔らかいです。この分厚さを見て
脳がこれくらいの力で噛めばいいやろうと予測して、それに従いそれ相応の力で噛むと、階段がもう一段あると思っていなかった時のガクンってなるやつ、あれになります。ある程度の力で噛み始めたのに拍子抜けなくらい柔らかくて、柔らかいといってもふわふわ歯ごたえがないのではなくて、食パン一斤をギュッと潰して噛んだみたいな食感です。お肉を食べているとしっかり感じられるんですが、歯がスーッと入っていく、そんな感じなんです。そしておすすめのお塩が本当に美味しい。お肉の旨味がダイレクトに伝わって、豚肉って繊細な甘みがあってとてもジューシーなんやなってことがわかります。お塩は衣につけんとお肉に必ずつけてとのこと。確かに衣につけると先に舌に塩味が消えしまってお肉の味がわからなくなるのですが、お肉につけるとお塩のミネラルとお肉がいい具合に調和して旨味がとても引き立つように感じました。そして一切れソースでもいただいてみたのですが、私は断然お塩派。ソースと脂身の甘みが混ざって濃厚なコクがすごく美味しいのですが、お塩と豚肉の繊細なお味を知ってしまった後では少し重たく感じます。中学生の時にお小遣いでラジカセを買って音我々で聴いていた曲を、ある時上等なスピーカーから聴いたら、何この美しい音楽はってなった時みたいな感動があります。お塩でいただいていると永遠に食べられそうにパクパク食べてしまうのですが、気がつけば残り見切れとなっていたので、いただいたカレーにドボンと絡めてカツカレーもどきでパクリンチョしてみます。こちらは先にカレーのスパイスがドドンとくるのですが、野菜でたっぷり旨味をとっているカレーだからか、カツを噛めば噛むほどお肉とカレーが調和して、お塩カツとは違った東アジアの味みたいな感じになります。インドよりもさらにトルコ味を感じる美味しさ、オリエンタルな感じです。カレーも一から作ってられるそうで、食材の旨味が生きたとても美味しいカレーです。とはいえ最後の一切れはやはりお塩でいただきました。端っこの特に脂身の多い部分、ここでもミネラルの旨味が爆発的に豚肉を後押ししています。最後を飾るのにふさわしい美味しさ、塩味が脂身の甘みを最上級に押し上げて、登ったことはないですが富士山のてっぺんってこんな気持ちなんやろうなって気持ちがいたしました。そして最後に勝雄さんの推しポイント、高級なお店のフルコースで最後に一口カレーが出てくるみたいにして、最後にミニミニカレーライスで締めくくれるところ、ホテルのバイキングに行って普段お家で食べられないようなメニューを食べればいいのに、やはりどうしてもカレーを取ってきてしまう、そんな避けたくても避けられないほどの誘惑を惜しげもなく提供してくださいます。一口カレーとおっしゃっていましたが、たっぷりと入っていて、ほぼお茶碗一膳分をカレーライスとして楽しめるくらい、お野菜の甘みと最後にしっかり辛くてとても美味しいカレーでした。美味しいものを長く追求されてきたからこその数々の知恵はとても楽しく勉強になりました。勝雄さん、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。それではそろそろ土曜日恒例の夏メロ歌謡を歌いながらお別れの時間となりました。今回の曲はリクエストをいただいた中から松田聖子さんの風は秋色を選ばせていただきました。1980年に発売された曲だそうです。今週もマーコさんは食べ友チャンネルをご覧いただきありがとうございます。それでは皆様、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。冷たい砂、足跡振り返れば遠くで微笑むあなたを、あなたを感じてるわ。ミルキースマイル、抱きしめてあなたの腕の中で旅をする。ミルキースマイル、受け止めて柔らかなその愛で。最後までご視聴いただきありがとうございました。この後お家でとんかつをしたのでお塩でいただいてみたのですが、勝雄さんで感動した美味しさにならなくて、やはりお肉の質や揚げ方が全然違うんやろうなって思いました。
それと歌謡曲なのですが、喉が腫れているためにいつもにも増してお聞き苦しくて申し訳ありません。気温が急降下していますので、皆様もどうぞこちらへくださいませ。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイバイ。